どうも中浜です、えー、と今日はあの「ガラクタに目がくらんでる間に人,人生は終わる」という、まあ、お話ですね。えっ、ー、とまあ本当に自分にとって価値があるものと他人が価値があると認めたものこれをしっかりと区別して見極めないと、えーまあ、本当にガラクタの,のために生きることになるハメになります。 まあ、例えば家族間とかですね家族の在り方、えー、日本人間日本人としての在り方、えー、と家族っていうものには決められた形はないんですよね、えーまあ、いろんな形があるはずなんですよお父さんと離れて暮らす家庭があったりとか逆にお母さんが離れて働いていてお父さんと暮らす家庭があるとかもしかしたらもう別の国に住んでいる家庭だったらと思うんですよね で年に1回しか会わなくてもそれはもう家族だし、えー、毎日一緒にいるからとかです、ね、同じ家に住んでるからといって家族というわけではないんですが社会によってそういう定義があるわけですよね、まあ、合意のようなものがある、まあ、僕たちは合意してないんですがそういった合意があるとで、えー、その合意がです、ね、正しいものとして受け入れられているんですよねで僕はそういったものはガラクタだと思ってますね 他にもまあ普通という価値観とか常識というまあ考え方、それから安定とかですねこれが普通の生き方だよとかこれが安定した生き方だよということ、こういうですね普遍的にある社会の合意、こういったものは僕はガラクタだと思っているんですよね、僕にとってのガラクタですね、誰かにとっては価値があるかもしれない、だけどそれらは僕にとっては価値がない、僕はそういうものをですね押し付けられることにとてもですねえー苦労してきた経験があるわけですよね。 他人からそういったものを押し付けられて、えー、僕はすごい悩んできたわけですよ、まあ、ボクシングとかもそうですよねボクシングの基礎基本とはこうなんだボクシングの在り方とかですねボクシング感みたいなものを押し付けられるわけですよねで、まあ、僕はあそういうのにすごい嫌な気持ちになったわけですよなんで俺がそんなことしないといけないんだよとあんたは好きにしろ俺は俺のやりたいようにやるんだからってこれ 結構多いと思うんです、ね、僕はもうある時期から、もうくだらないなと思って、そういうの、付き合ってられないっていう形で、えーまあ、自分と他人というものをです、ね、区別するようになったんですね、もう明確にです、ね、区別するようになった、だけど、やっぱりそこが曖昧なあ人が多いで、やっぱり長岡とかあの <laughs> 村井とかとも話してても、やっぱりそこが曖昧であるなという気がしますね、他人と自分の区別が、これがとても大切だなと思いますね。 でででなないいととガガラクタをです、ね、ガラククタタをすすね見極められないわけですよ自分にとって価値があるのか、誰かにとって価値があるのか、これは見極めないといけない、お金の稼ぎ方も、例えば普通の会社員として稼ぐこと、これに自分が価値を感じているのか、それともそれは誰かにとっての価値ですよねなのか、それを自分にとっての価値だと思って勘違いして、ですね他人にとっての価値のあるやり方でやってしまうと、ずっと嫌な気持ちをかえるわけですよね。 本当はもっと自分のやりたいやり方で好きな方法で金を稼ぎたいんだけども、誰かにこれ,は正しこれが正しいんだよって押し付けられるがゆえにそあの自分のやり方ができないと自,分の自分が価値があると認めたやり方ができないとこういうことってです、ねまあ、社会的に往々にしてあると思うんですよ。えー、僕が僕が価値があると認めた。 それはもちろん他人にとってはすぐ大,大切なものかもしれないけど僕が価値がないと感じたものは僕にとってはガラクタですねそういうのには付き合わないようにしてますね、えー、例えば世間とかメディアがこういうのがかっこいいんだよって言いますよねファッションとか髪型とか僕にとってはそういうのガラクタなんですよね僕はあ僕にとってのかっこよさがあるってそれを僕は表現するんですよ のを僕はは表現すするのででないんですよねそれはもう僕にとってガラクタだからですね、くだらないと思います、僕は。もちろんそれが好きな人はそれが好きでいいんですよね。あの、まあ、お化粧したりとかですね、男が、えー、まあ、なんか、いっぱいありますか、脱毛したりとかですね、そういったこと、そういうのは僕にとっては価値がないんで、まあ、距離を置いてるわけですよね。で、だから、時間とか、えー、お金を無駄な、自分にとって、 価値がないものつまりガラクタに使わなくて済むんですよだけど、やっぱり、ね、そういうガラクタをガラクタと見極められない人はそういうものにお金を費やすんですよねで、生活がどんどん逼迫していくとお金がない、時間がないと、本当はあるんですよね、くだらない自分が価値があると認めてないもののために使うことをやめたら実は結構時間とかお金って余ったりするんですよね、僕はそういう風に感じてますね。 なので、まあ、僕は僕が価値があると認め,たものの認めたもののためにお金を使います。時間も使います。他人が、それ本当に価値がないよとか、無駄だよって言っても関係ないんですね。僕が価値を認めているからですね。そういったものにお金を使うと。そういうのがやっぱ幸せだなと思いますね、えー。お金、そういう使い方もったいないとか結構言われるんですけど、知らんがなと。それはあんたにとってはそうなんだろうってことなんですよ。僕からしたらね。 だけど、そこの区別がついてないと、自分が好きなことのためのお金が使えないとか、ですね自分の人生のためのお金が使えないとか、時間が使えないとか、そういう風になってくるわけですよね。えっ、ー、と、まあ、本気で学者になりたい人が大学に行くとかは、価値があると思うんですよね。だけど、そうじゃない人っていっぱいいるんですよ。自分役者になりたいとかですね。えー、まあ、そういう人がですね、役者になるための時間と金と体力、大学をい行くための時間と金と体力を、役者に。 なるためにね、費やせばあ、近道できたんじゃないかとかですね、もっと早く役者になれたんじゃないかということをがあったりするわけですよね。もちろんね、あの大学行って教養を身につけることがあ近道だったりもするんですが、まあ、それは置いといてですね、そこに価値がないと認めるもののために、お金とか時間を費やすことって、まあ、僕は不毛だと思うんですよね。例えば、あまあ、他人が価値があるよと認めたものの金ために、お金と時間を使ってですね、 最後の最後、例えば定年してとかですね、もしくは死の間際までそうやっちゃって、死の直前に、えー、気づいたとします、それってとても不幸なんですよね、もう時間って戻ってこないので、まあ、みんなが価値がある,つあると認めていたもの、例えば車とか家とかですね、あのまあ、お金に、まあ、人生を使ったと、で結局、いっぱい集めたけど、まあ、あの世には持ち込めないわけですよね、あの世に持っていけるのは思い出だけだと。 それってととも不幸になると思うんですよね死ぬ直前に気がつくんですよね自分は不幸な生き方を教えたなとそれが好きだったらいいんですよお金とか車とか家がでも好きでもないもののために人生費やしてもう死ぬんだってなった時にまあこれはもう僕からしたら最悪の生き方なんですよねまあそうならないためにですね死ぬ前に気づかないように、えー、楽しかったなって死ねるように 今やってることって自分にとって価値があるのかそれとも社会の誰かにとって価値があるのかこれは判断しないといけないですね個人が今回の話をまとめるとガラクタに目がくらんでいる間に人生は終わるということです。